マリアデラス・メルセデス・デボルボドス・シシリアスイ・オルレアンスは、バルセロナ白不安の日。全スペイン王不安アンカルロス1世の母。イタリア語名は、マリア・メルチェです。両シチリア王国の旧王ケブルボンシチリア家出身で、スペイン王子でもあったカルロ・タンクレーディと、その2度目の妻ルイーズ・ドルレアンの次女として、マドリードで生まれた父の先災は、スペイン王アルフォンソ12世の第一王女で同名の、 マリアデラス・メルセデスである。父カルロは、この結婚に際して、両シチリア王国の継承権を放棄し、スペイン王子の称号を得た。また、アルフォンソ12世の最初の王妃も、同盟のマリアデラス・メルセデスであり、親類に縁のある命名であった。父が、軍務についていたセビリアで育ち、スペイン第二共和制が成立すると、一家は、フランスのカンヌへ亡命、後に、 パリへ転居した。バルセロナ博夫人紋章1935年1月、アルフォンソ13世の王女、ベアトリスの結婚式の際、ベアトリスの弟であるフアンと出会い、同年10月に結婚した。1942年に、フアンにはバルセロナ博位が授けられた。一家はカンヌとローマに暮らし、第二次世界大戦が勃発すると、フアンの母である王妃、 ビクトリア・エウヘニアとスイスのローザンヌに暮らした。戦後、一家はポルトガルのエストリルで暮らした。1976年、フアン・カルロスのスペイン王即位に伴い、一家はスペインへ帰国した。1982年に臀部を骨折。1985年には左大腿骨を骨折し、晩年は車椅子での生活を余儀なくされた。 マリアはアンダルシア文化と闘牛をこよなく愛した。孫娘である王女エレナが挙式をセビリアであげたのはマリアがセビリアを好んだからであった。セビリアを本拠地とするレアルベティスのサポーターでもあった。2000年1月2日、スペイン王室揃って新年を祝ったランサローテ島の別荘で心臓発作のため皇居。葬儀は王妃の礼をもって取り行われ。 エエスコリアル修道院に埋葬された。二人には四子が生まれた。オーストリア皇帝フランツ一世の弟テシェンコカール大公の長女。両シチリア王フランチェスコ一世とザキマリアイサベルのバッシュトスカーナ大公レオポルド二世とヒマリーアントーニアの長女。は、母方の王にあたるフランス国王、ルイ・フィリップ一世と王妃マリーアメリーの長男。 の兄の弟スペイン王フェルナンド7世と王妃マリア・クリスティーナでボルボンの次女、スペイン女王イサベル2世の妹。ありがとうございます。